はい、始まりました。とさあ、始まった。始まった。暑くね。そう、なんか今日は暑い。言うほど暑くないよね。まあ湿気はあると思うけど、汗ひどいんだよね。でもさ、そんなさ、ゴールデンウィーク明けてさ、今日曇りの日だしさ。ああ、俺走ってきたから。あ、足来たっけお前。結構なんかあれやもんね、さっきさ、間に合わねえつってさ、待ち合わせ時間間に合わねえつってさ、飛ばしたもん。ちょっと遅れたもんね。5、6分遅れた。うん、ちょっとさ、そのタオル貸してくんね。何、お前も拭くの？いや、さすがにそんなことはしない。人のタオル拭くほど俺は、あのね、手ぶらでわきまえて。あ、まあね、うん、タオルがあるじゃん、地面に落とすじゃん、こう、ぐーってやるじゃん、ぐわーって。うわ、やったね、ボロ雑巾。お前のタオルボロボロ。それでこういうバケツから泥ドーンって落とすじゃん。お前のタオルもうほんとボロボロなんだけど、結構新品だった。これこれ5000円ぐらいするやつなんだけど。強そうだよね。だってさ、お前のタオル真っ白だったもんね。星野のタオル、お前弁償な、これ。お前弁償な。まあ待てよ、待て。お前これはあれ、待て、ウェイ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 。お前撮影だからまだこんなんだけど。ウェイ。5555。そんな時のキッチンブリーチ。なんだそれ。ブリーチですよ。知らねえ。あの漂白剤、真っ白にするやつ。なんかほらケチャップとかついちゃったって時に、これトントントンって垂らして真っ白にするやつを、お前のタオルに使ってみて真っ白にする。でも治ったところで、治ったら真っ白じゃん。真っ白になるわけじゃん。だからこの出来事は別になかったことになるってわけだよ。いや、俺の怒りまで真っ白なんだよ。ウェイ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 。別にこれお前のタオルじゃねえだろ。俺のタオルだよ。さっき100均で買ったやつだろ。企画のために。じゃあそういうことで。待て、ちょっと企画説明をしていない。消そうとするな。ウェイウェイウェイ。だから要するに、タオルを本当にブリーチで一瞬で綺麗になるのかって企画です。じゃあやっていきましょう。やっていこう。多分声が聞こえないと思う。ああ、そっか。先ほどのタオルはこちらです。そして漂白剤につけたものがこちらです。はい、終わり。嘘です。あります。はい、これは2枚セットで100円だったものの、これとね、54円。で、まあ俺だったらこっちの54円選ぶ。まあ、まあ、そうだろう。誰だってそうだろう。誰だってそうする。だって工藤さんもこっちやろ。ああ、変態だな。だから、まあ要するにこれがもう一枚入ってたから、この色になる。そう、これにする見本。じゃあまずこれと、このバケツにまず水が入っています。水だけね。あの見えないかな、見えないや、こんな感じ。あ、ちょっとこぼれた。ちくしょう。で、あとはここにブリーチを注いでいきます。いや、いらない、そういうおまけいらない。いや、いらない。飲まねえよ、その焼酎のさ。いや、ひでえな、これ。絶対さ、洗ってる最中にさ、手にさ、害があるんですけど。洗い出しました。ぬるぬるします。手が溶けてる気がする。かわいい。まあ、少しやったら星野に交代してもらうと。なんだよ俺これ公園でさ、ほらカメラの図見てみろよ。上げる。あ、なんか手がピリピリしてきた。交代。さ、あ、
やばい、ね、確かにやばいよね、テインガイガーです。テインガイガーがあると思ったら洗いに行った方がいい。なんせ俺の手がちょっとぬるぬるしている。ルルルルタイム、あれシンキングタイムじゃ言いたかった。ヌルヌルもやばい気がする。皮が溶けてる感はある。洗ってくる。ああ、じゃあ交代な。俺ガチだ、払おう。5分、ちょうど今5分。あ、ちょうど5分か。あ、じゃあそろそろ1回切っちゃっていいです。ちょっとあの引き続きちょっとやってみます。これが漂白したものです。お、めっちゃ綺麗になったじゃん。嘘です、見本で、見本です、見本です。今から広げます。これです、スプレー。どんぐらい近づいたか、色が。でででででで、ゴミだらけ。遠目で見るとまあ変わらねー、若干ね、若干あるけど近づくと結構わかる。汚れてる、まあ、ゴミはしょうがないとして、これ取れないから。まあ結論から言いますか。まあね、あの結論 100% は落ちない。65% 以上には持っていける。そして俺らの手の皮膚が消える。まあね、結論ね、こうなったわけですが、まあね、いろいろと理由があります。全部消えなかった、まず理由1、手洗いだったこと、はい、洗濯機を使えばもっと落ちたかもしれない。2、キッチン用のブリーチだったこと。3、頑張りが足りなかった。もっと頑張りましょう、はい。まあこれは使えんね。まあね、使えないね、うん、頑張って落としたけど、これはまあぽいね。こうなればよかった、うん。さて、じゃあアデュー。この後吉田は処刑されるのでは。